はい、工房節の長田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、また作品紹介ですね。はい、何を紹介しようかなと思ったんですけども、2番目は、はい、3種類ご用意いたしました。じゃあ右からいきましょうか。5本ありますね。はい、こちら何かっていうとですね、はい、まあチヂミ目、トラ目って感じですね。わかる方いらっしゃいますかね。その通りでございます。マンゴーですね。はい、インドネシア材ですね。マンゴー、そうですね、その材木として出てくるのはハワイからが多いです。ただまあ当然マンゴーってハワイのものだけじゃなくて、当然日本でも作ってますし、はい、まあインドネシアとかね、東南アジアも出てきますね。タイとかもあの辺も有名ですね。はい、結構大きい木になるみたいですよ。まあマンゴーですね。マンゴーもこういう木が出るんですね。はい、その安定しないんですよね。つるっとしないんですよ。なんかね、もうほんとモヤモヤモヤっていう色変わりが激しい。まあ、その木でございます。はい、これもまあそんな大きい板じゃなかったんですけど、まあいろんなあれで、まあちょっとインドネシアから来ましたので、まあ、ボールペン、ルチェペン、そしてペンシルと作りましたので、またよろしくお願いします。そしてあと2つ、これとこれですね。はい、こちら、はい、見てわかりますかね。はい、そう、タスマニアンブラックウッドですね。はい、まあ、今年の個展2本だけ、まあね、あれはスタビライズされてて、あれはもう特急でした。あれを求めてまたね探してもらったんですけどね、あれはない。本当にない。あれはちょっと特急、特別すぎましたね。はい、今こういう感じのやつですね。薄い色、まあ、からちょっと濃い色のやつがあるんですけども、パッと見はねマジでハワイアンコア。そう、マメ科アカシア属、はい、ハワイアンコアの仲間なんですけども、ハワイアンコアが本当にいなくなりましたね。マジでない。知ってる方いらっしゃいますかね。マウイ島のあの火事とかね含めて、まあ火山がねありますのでね、まあどうしてもね、はい、木がね燃えてしまうってこともあって、本当にコアが激昇していて、めちゃくちゃ高騰してるそうです。はい、だからもう以前に取れたものじゃないと本当になくって、本当にいい木ってものが本当なくなっております。まあ楽器界でも含めて、まあ代わりのものということで、まあオーストラリア材はだいぶ、まあかなり前からまあオーストラリア材に移行してて、まあオーストラリア材もすごくマメ科のね木、まあ人気が出てきて、特にやっぱりハワイアンコアに近いブラックウッド、タスマニアンブラックウッドっていうのがね人気で、こういつも本当になってね、枯渇しています。絶対量がね少なすぎる、希少な木でございます。はい、まあこれだけ出てても、はい、すごくもうハワイアンコアの高くなったのと同じぐらいなんですけども、はい、まあこれで1万6000ぐらいしちゃうんですけども、なかなかないんでね。はい、またこちらの方もねよろしくお願いします。数少ないです。はい、まだ少ないです。また気に入った方見ていただければなと思います。そして最後は、はい、この子ですね。はい、そんなに木見えないんですけど、何かっていうとレッドガムでございます。ユーカリの木の一種ですね。はい、もうちょっと粗いね、トラン木とかリボン木に近いやつ、はい、そちらの方を出したんですけども、あっちはねやっぱ木が粗いやつ、あの形はねもうな、レッドガムだけじゃなくてね、ユーカリの木水分含んで乾かすときに一気に木縮むんですよ。やっぱり中割れがあってね、やっぱり全然ちょっと
傷のあるものしかほとんどできなかったので良くなかったんですけど、これは縮み木、案外ねどの木もなんですけど、縮み木ってねおとなしい、わりかしおとなしいやつが多い。たまに暴れるやつもいるんですけど、おとなしいやつが多いです。だからレッドカムでもね、こういう細かい縮みのやつはねおとなしくて中割れがあんまないんですよ。まあただ単に、まあこういうところだからっていうのもあるんでしょうし、まあ数はちょっと少ないんですけども、たまたままあちょっとすごいいいタスマニアンブラックウッドを買ったので、こっちもということでいただけたやつなので、はい、まあちょっとこの辺は、まあレッドガムの前のやつがね、はい、まともにちょっと出せなかったので、この子たちはね、まあちょっとその前出せなかったやつと同じ値段、はい、高級素材として、はい、ペンシルの方1万円、はい、で、ルチペンの方は一応今年中は、はい、9000円ということで出していきたいと思います。はい、ここには3本なんですけども、はい、もうちょっとありますけど、そんなに数ないですね。はい。マンゴー狙いってなかったですかね。マンゴーは、9000円です。で、ルチャペンが8000円となります。はい。というわけで、インドネシア、はい、オーストラリア祭とね、今回はご紹介いたしました。はい。この辺も、秋のイベント、そして冬のイベント、案外、かつ、みんな、そこまでないです。昨日、紹介した、ケヤキの縮み木。あそこはいっぱい出せますが、この辺はあんまりないです。はい。定期的に出せるかどうかもちょっとわからない際でございますが、はい。まあまあ、作れるだけね、作っていきますので、この辺は秋のイベントのお楽しみということで、はい。秋のイベントから出てくるということですね。はい。またよろしくお願いいたします。